はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。北風の誘致、4スピードタイプを3体以上編成でクリアやっていきましょう。まあ、初手はね、どこにスピードアップウォールが出るかを考えれば、まあ、要はそこら辺で止まる。ここで第一ステージで言うと、上と、まあ、一番上の部分と、画面横の上の部分に出るんで、あ、こっち見せたかな。減速が激しい。いけないか、いけないんだよね。そうなんですよね。ここね、結構難しいんですよね。一手目でみんな上げちゃうとこうなっちゃうんですよね。もうこれ暴れるしかない。早め早めで倒してあげて、なんだっけ、デプスか。デプスをどれだけ早く倒せるか。あとは、その後どれだけ敵に触らずに減速を防ぐか。そこに尽きるかなと思います。で、ここは、まあまあまあ、上下。あ、早く行き過ぎた。早く行き過ぎた。今のは私の完全ミスですね。早く行き過ぎた。真ん中のね、ヒプノスに触ることができれば、結構いい感じに稼げると思うんですけど。あー、ちょっと足らなかったか。あ、でも友情で一体持ってった。まあね、ただここ最後が、そんなきつくないんですよ。きつくないっていうか、雑魚がね、多くない。しかもステージは1個で終了なんで、そんな焦らずにね、行きましょう。で、私の中で貫通よりも反射がおすすめです。貫通だとね、無駄に2ヒットぐらいもらっちゃって、減速率が全然変わってきちゃうんで、反射4がおすすめです。あとリーファ。今回のミッションで初めてリーファの存在に気づいたんですけど、彼女ね、ありですね。だいぶ。オールアンテも打てるし、最悪。あー、ミスったか。いけるか。届かないか。あとはチンギスさんの号令かな。生きるとすれば。んー、どうしようかな。できれば友情で倒せると一番いいんだけどね。あー、下行っちゃったか。あ、でも倒した倒した。いいね。あとはボスだけ。最初のステージ若干下りましたけども、まあそれでもね、若干の余裕を持って動けるんで大丈夫です。ただここね、気をつけてください。リーファで調子乗ると、死ぬんで、ダメよで。リーファはあくまで SS 打つ時の、SS 打った時にね、火力が結構出しやすいんで。あとは友情加速っていう面で連れてきてるんで、よっ。リーファーがもうちょっといればね、2体編成してもいいんじゃないかなという気がします。ああ、これチンギスまでいかないか？号令までは。私の中で今回の主役はリーファーなんで、リーファーをね、うまいこと使いたいけども。これまずったな、ゲージミスったぞ。あぶね。はい。というわけで、クリアになりました。最後ちょっとゲージミスったけど、まあね、勝てればよしと。という感じです。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。このままね、ステージ5のミッションもやっていこうと思います。ステージ5のミッションなんだっけ？まあいいや。はい。じゃあ次はステージ5でお会いしましょう。バイバイ。